人偏お持ちから70年の歴史を持つ大阪市民の台所プララ天満。11月高知県で採れたカツオを使ったわら焼きイベントが行われた。よし、カモンっておいしい。なんか明日おいしい入ってればいいけど、ね、そうそう、うまいうまいうまい。よっしゃ、はい、ありがとう、手伝ってくれてありがとう、はい、今年で5年目のイベントを取り仕切るのはお魚屋鍵屋。100年続く老舗の魚屋だ。はい、どうぞ。4代目の鍵谷社長は4年前に鍵屋を引き継いだ。わら焼きイベントを始めたのは産地で採れた魚の魅力を一般の人に伝えたいという思いからだった。もともとは僕が高知に出張行った時に、そこの荷主さんが浜で目の前で焼いてくれはったんですよ。それが初めて食べた時にめちゃくちゃ美味しくて、この香りはほんまに現場じゃないと味わわれへんなと思って、それをまあ自分のお店で出したいなっていうのを荷主さんにお話したところ、そこから始まったんで、それが第1回で、特にやっぱり子供さんとかに美味しいものを食べてもらいたいっていうのが一番強いところもありますね。間違いなく魚を好きになってもらいたい、もうそれは絶対ですね。魚が好きで食べたい人が増えれば、逆に僕らの仕事もっともっと忙しくなる。もうシンプルですけど、やっぱり魚を好きになってもらえるのは僕ら魚屋のお仕事なんかなと思ってますけどね。そんな鍵屋の日常を追った。鍵屋は売り上げの7割を飲食店が占める。下の肥えた飲食店からの期待に応えるため、毎朝全国から厳選した新鮮な魚介類を仕入れている。午前中からやってくるお客さんに向けて準備は欠かせない。下は20歳から上は71歳まで20人近くが働く。社員の中にはもともと料理人だった人や全く別の業界からやってきた人もいる。2年前の9月からなんで、2年1ヶ月2ヶ月ぐらいですね。基本的に自分の好きなこと以外ちゃんと熱中してできない性格なんで、まあ、その時魚が好きだったりとかっていうの で、その時に、ね、紹介してもらって鍵屋を、でそのタイミングでちょっとさっと転職して、まあ、一応まあ社長の鍵谷 の、まあその人間性というか考え方ですよね。前の会社はまあ厳しく楽しくっていう理念だったんですけど、まあ、こっちはこう楽しく厳しくっていう感じ、それが良かったっていう点が大きいですね。お店に来たお客さんに魚を販売するだけが鍵屋の仕事ではない。新しい魚屋のあり方にチャレンジしている。その一つが毎朝行う写真撮影に隠されていた。LINEを通じて毎日朝と夕方に入荷している魚の情報を流している。流します。もちろんグラム単価もそうなんですけど、1匹のサイズで1匹に、の単価、産地、あと、まあ、処理した方法、今言ったその ルーツっすよね、とかっていうところをやっぱしっかり出してあげると、今お客様安心して買えるじゃないですか。 LINE にはおよそ500の飲食店が登録し、注文があった店には取り置きを行う。あ、でも今も来ましたね。魚の取り置きは早い者勝ち。その様子はまさにオンライン上で行われる競りのようだ。9時と夕方5時っていうのはもう確実確定、絶対その時間って決めてますね。だからと皆さん忙しい中こう携帯持ってその9時に配信行くの待ってくれてる人が多いんで、
ただ発信して売ればいいというわけではない。新鮮だと聞いていたブリの鮮度が悪いことが分かった。ちょっと物良くないんで、クレームです。ブリはもう情報流さないって言ったんで取らない。すぐさま社内で共有した。予約をしていた飲食店に謝罪し、別の方法で販売を行った。あれを僕らがね、あ、今日のブリは物悪かったって分かった時に、いやもうでもいや販売しちゃえ、分かれへん分かれへんって言って販売してしまうと、そこにはねやっぱ 僕らの中でも気持ち悪い部分があって、で売れたは別にその日なくなってしまえばラッキーやけど、けどそのねお客様がそれ持って帰った時に、あ、今日のブリは良くなかったなって思って、例えばそれが日頃からコミュニケーション取ってなければ、はもうここのブリ買わんとこで終わっちゃうし、だから僕らもそれに対して、あ、今後この商品に対してはちょっともうちょっと気をつけなあかんなとか、仕入れルートのところの中でこういう情報があったよっていうのを返していかなあかんなとかっていうのがまた会話の中で生まれていくっていうのが、まあ、正直にやってたら、まあ、相手も正直に返してくれるっていうのはあるんかなと思いますね。常に魚と向き合い、お客さんに対して正直であること、こうした姿勢が飲食店の店主からの信頼につながっている。もともとなんか、まあ、今日はこれ買おうって言っても、あ、今日のこれあんまり正直あんまりですっていうのがあるんで、まあそのなんて何でもこう押し売りするじゃなくて、そういうところもいいかな。あ、それもそれで、信用してる分もあるし、あの集約しても一瞬で見れますから、配信の時間決まってるんですよ。その時間になるともう見る癖がついてますよね。わら焼きイベントや LINE の発信など新しいことに取り組む中でも変わらないことがある。まあ、自然体っちゃ自然体なんですけど、けどめちゃめちゃ気を使ってるんですよね。一言一言にも気を使うし、空気感にも気を使うし、もちろんお客様もスタッフ全てそうですけど、うん、その言葉のチョイスであったり空間の作り方っていうのはすごくこだわってますね、うん、正直なことじゃないですか、うん、嘘ついてる時って気持ち悪いじゃないですか。それが多分もしかしたら代々、名前もちょっと変わりましたけど、それとかそれこそね置いてる魚も変わるけど、まあ、唯一変わってないところはもしかしたらその今言った素直さ、正直さ、仕事を楽しむっていうことかもしれないですね。